プロテオバクテリア、プロテオバクテリアモン、プロシアバクテリアは、最近のモンの一つである。高栄養、化学栄養、独立栄養、従属栄養、後期呼吸、嫌気呼吸、発酵など様々な代謝様式を持つ菌種が含まれ、炭素、窒素固定に関わるものや、自然界の物質循環に関わる多くの自由生活性のものが含まれている。また、大腸菌、サルモネラ、 ビブリオ、ヘリコバクターなど、多種多様な病原体が含まれている。また、この分類群は、他の細菌の分類群と同様に基本的には、な配列によって定義されている。その多様性から、ギリシャ神話で姿を変幻自在に変える神プロテウスに、ちなんで名付けられた。プロテオバクテリアは、種として、ポタト頭からなる外膜を持ち、グラム陰性である。 弁網によって動き回るものが多いが、不動性のものや、滑走性のものもある。滑走性のものとして、粘液細菌という集合して、多細胞性の個実体を形成する独特な細菌が挙げられる。代謝型も多様である。ほとんどのものは、絶対後期あるいは、通性嫌気性の従属栄養性細菌で、あが、例外も多い。 必ずしも禁煙ではない多くの族が光合成を行うことができるが、それらは赤い色をしていることが多いので、光色細菌と呼ばれている。しかし、系統的には抗栄養と化学栄養の菌種が混在しているので、それらをまとめて光色細菌と呼ばれたこともある。プロテオバクテリアは非常に大きな分類群であり、砂から種まで全ての階級で、細菌最大の多様性を持つ。 な配列に基づいて7つに大別されており、オリゴフレクサスツナ以外は、ギリシャ文字のアファからゼータで呼ばれている。これらは、ツナとして取り扱われ、ゼータ以外は、分類命名の公式雑誌である、インターナショナルジャーナルオブシステマティックアンドエボリューショナリーマイケルバイラジーに学名として、正式に記載されている。アルファプロテオバクテリアには光合成性の属の、大部分と、それ以外に、 C1 化合物を代謝する属、植物や動物の共生体、リゾビウム目など、危険な病原体であるリケッチアなどが含まれている。さらに、真核細胞のミトコンドリアはこのグループの細菌に由来していると考えられている細胞内共生説を参照。酢酸菌のアセートバクター属も含まれる。ベータプロテオバクテリアは、後期性や通性の細菌からなり、 それらは大抵非常に多様な化合物を分解できるが、さらに化学合成向き栄養性、アンモニア酸化をするニトロソモナスなど、や、光合成性、ローデサイクリスやルブリビバックス属のものも含まれている。ベータプロテオバクテリアは、アンモニアを酸化して植物にとって重要なアショウ酸を生じ、様々な植物の窒素固定に重要な役割を演じている。その多くは、 下水や土壌といった環境資料に見つかる。この綱の病原体としては、臨病や髄膜脳炎を起こすナイセリア化のものや、バークホルゲリア目の百日絶菌などがある。ガンマプロテオバクテリアは、腸内細菌化、ビブリオ化、シュードモナス化といった医学的、科学的に重要な細菌群を含んでいる。非常に多くの重要な病原体がこの綱に所属しており、例えばサルモネラ、 腸炎、腸チフス、赤力菌、エルシニア、ペスト、ビブリオ、これら、腸炎ビブリオ、緑脳菌、院内感染や、脳放生性症常患者における肺感染症、肺炎を発症させるレジオネラ、肺炎肝菌などがある。大腸菌は腸内細菌化に含まれる。一部の光合成細菌、光食用細菌も含まれている。また、 リンの代わりにヒスをゲノムに取り込むことができるとされた、グフォチマイナス1株も、この綱のハロモナス類に属する。デルタプロテオバクテリアは、高規性の群や、小実体を作る、粘液細菌、そして、基地の硫酸還元細菌、デスルフォビブリオ、デスサルフォーバクター、デスサルファコカス、デスサルフォーナマなど、いや、硫応還元細菌、ディーサルフューリーモナズなど、 の大部分とその他様々な生理条件酸化鉄還元性のジオバクターや栄養強制性のペロバクターやシントロファスを好む。偏見規制の群からなる。イプシロンプロテオバクテリアにはウリーネラヘリコバクター、ピロリカン、ピロバクターといった湾曲内いし、螺旋型をした種が含まれる人や動物の消化管に生息している。共生体牛のウリーネラない病原体。 イノヘリコバクターや十二指腸のカンピロバクター、あるいは熱水噴出口に住む高熱菌として発見された。被災種としては深海に生息する鉄酸化細菌マリプリファンディスフェロフシュディンズのみが知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。